航空自衛隊の戦闘機 F-15 が訓練のため今日の朝から熊本空港に止まっています。昨日から来月1日までの期間、全国で行われるのは日米共同統合演習です。自衛隊は抑止力の強化を目的に様々なシナリオを想定し、アメリカ軍と共同で陸海空の部隊がそれぞれ2年に一度演習を行っています。今日午前9時ごろ、熊本空港には宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に所属する戦闘機 F-15-4機が着陸しました。戦闘機は給油などを行い、午前11時半ごろ熊本空港を離陸し、四国沖での訓練に向かったということです。